にちは、声優の小岩井小鳥です。そしてレグザブランド統括マネージャー本村でございます。はい、ということでこの動画ではレグザの最新モデルについてその特徴や注目ポイントをご紹介していきます。はい、はい、ということでね、いや綺麗綺麗、もう綺麗すぎて目が奪われる本当に綺麗。これね、ちょっと画面越しじゃ伝わらないかもしれないんですけど本当に素晴らしいんで、もうちょっと生で確認したい方は店頭とかですかね、やはりご確認いただけたらと思うんですけども、はい、勇気ですよ、勇気、勇気ですね、はい、勇気。はい、ということで今回ご紹介するのは高画質と高音質を搭載した勇気 EL レグザ X8900K シリーズでございます。サイズは65、55、48V 型の3サイズをラインナップしております。ということで本村さん、この X8900K シリーズはどんな機種なんでしょうか？はい、まあもう見たら分かりますよね、高画質なんですよ。もう綺麗、本当に綺麗。いやね、画質で悩んだら、まあ、正直言いますと勇気を選ぶべきですね、はい、うん、そうですね。でその勇気 EL レグザは2シリーズ展開してまして、はい、フラグシップハイエンドモデルの X9400S シリーズと、はい、うん、そしてこの X8900K シリーズと、うん、この2シリーズ展開しています、はい、うんうん、まあ、どちらも高画質なんですけども、うん、こちらのモデルは Android TVOS を積んだレグザということになります、うん、そうなんですね、はい、せっかくねここにあるんでちょっと外観見ていきたいんですけど、はい、あれですね、 9400S との違いとしてはこの足元ちょっと違いますね。そうなんです、うん、9400はかなり贅沢なデザインしてるんで、このスタンドが前から見えないタイプなんですけど、はいはいはい、こちらの 8900K はシンプルでミニマルなデザイン、うん、画面だけデザインを目指しましたんで、いいですね、ノイズレスなデザインになってます、はい、スタンドは通常の、うん、まあ、日本足タイプのスタンドで、うんうん、メタルスタンド、贅沢ですね、うん、そしてフレームもほとんどない勇気 EL パネルだけデザインみたいなのを目指して作りました、うん、そして薄い薄い薄 い, 薄 い, 薄い、本当に薄い、ね、はい、でこのモデルはスピーカーが前面に見えないタイプのインビジブルスピーカータイプを使ってます、はいはい、その結果ですね、はい、デザインが超シンプルミニマルになりますから、うん、いい音はするんですけども、うん、スピーカーレスデザインということになりますね、うん、美しいデザインですね、はい、それでは X8900K のおすすめポイントを見ていきましょう、はい、で1つ目は低反射勇気 EL パネルということで、はい、これ気になりますね。そして2つ目が総合出力 72W の立体的でパワフルな感動サウンド、はい、そして3つ目が録画に強いアンドロイドということでね、一つずつちょっと細かく深掘りしていきたいんですけど、まず画質に関する機能から教えていただけますでしょうか。はい、有機 EL のパネルって、はい、今年から2種類大きく違う種類ができたんですね、はい、1つ目は、はい、ハイエンドの有機 EL レグザに搭載している光沢系のフレアパネル、うん、あ、なるほど。そしてこの X8900K は、はい、ちょっと映り込みが目立たない、あ、半光沢のハーフグレア系パネルということになります。なるほど、これね、はい、一応一旦あるんです、はい、ただね、コントラストっていうことだけで言うと、はい、X9400S の、はい、光沢系のパネルの方がいいんですけども、うん、映り込みが少ないという意味においては、うんうん、この8900K の有機 EL パネルも大おすすめでございます、うん、そうですね、明るい室内とかで見る方とかだと映り込み気になるっていう方はね、こちらもそうなんです。で、半光沢処理をすると、はい、コントラストがちょっと悪くなると言われてるんですけど、うん、その分映り込みが減ります、はい、まあね、液晶テレビと比べると、うん、もうこのコントラストは一発で違いがわかる、いや、もう本当綺麗、圧倒的なコントラストレシコがあることは間違いないので、はい、おすすめの有機 EL1 台ということになります、うん、はい、さらにですね、エンジンはレグザエンジン ZR1、 アンドロイドレグザ用に新開発したエンジンで、はい、地デジが本当に綺麗です。あ、いいですね。そしてネット動画も最高画質ということで、はい、うん、まあね、間違いない勇気 EL モデルと、ですね、いうことになると思います。間違いないですね。いや、最新の映像エンジンによって 4K 放送も地デジもネット動画も全部高画質で楽しめちゃうんです、ね、いや、贅沢な一台ですよ、ね、はい、うん、さらにですね、はい、人の肌を美しく見せるレグザならではのナチュラル美肌トーン搭載しておりますから、うん、
まあね、強いちょっと映像編集加工とか、うん、本来の色変わったり黒ずみとか言うんですけど、うん、出てしまったり会長が出なかったようなシーンも健康的で自然な質感で映し出します、うん、いいですね。いやもうやっぱりねテレビ見てる時人の顔見てるわけですから、そうですね、高画質で楽しんでいただきたいという時、うん、ナチュラル美肌トーン、はい、効きますねこれですね、はい、ありがたい機能でございます、はい、そして2つ目のこだわりポイントはサウンドということで、はい、X8900K は合計6個のスピーカーを 72W のマルチアンプで駆動するレグザ重低音立体音響システム XP を搭載しています。これによりドルビーアトモスなどの最新の立体音響技術にも対応し映画館のようなサウンドを楽しむことができるということで、はい、はい、実は、はい、ユーキエルもだいたい最近各メーカーさん、はい、2シリーズ、はいはい、ハイエンドとミドルクラスを作ってらっしゃるんですね、はい、このレグザのこれ 8900K は UKL レグザの中では、はい、まあ、最上位ではない、うん、次のレイヤーということになるんですけども、はい、まあ、クラスは超えたオーディオシステムですね。72W のマルチアンプでスピーカー6つですから、うん、わありがたい、かなり音にもこだわった、うん、セカンドラインの有機 EL ということになります。あ、いいですね、はい、対抗型のパッシブラジエーターで、うん、キレがあるパワフルな重低音でございます、うん、まあね、ハードドームツイーターついてますんで、うん、かなり高音質もクリアでカチンと言おうとします。でこれインビジブルタイプなのでスピーカー見えないんですけども、はい、アンダーファイヤーでドーンと音出して、はい、画面の前に音が広がると、うん、でさらに、はい、レグザならではのオーディオデジタルオーディオ処理でですね、はい、画面から音が出てるような素晴らしい音を実現してます、うん、いやありがたいですね、はい、はい、じゃあせっかくなんでちょっと実機あるんで、ね、はい、音を聞かせて、鳴らしてみます、はい、いただければ。あ、どうでしょう、いい感じでしょ。そうですね、すごく解像度はやっぱ高くって、はい、で確かに上位機種 9400S に比べると低音のこう迫力っていう意味では少し控えめではあるんですけど、でもだからこそすっきりしてますね。そうですね、本当にサブウーファーのような重低音感はさすがにないんですけども、非常に聞き取りやすくて、でも音の解像度明瞭度高いでしょ。めちゃくちゃ解像度高く感じます。すごくいいオーディオシステムです。でももちろん、うん、ハイエンドと同じようにですね、さまざまな音を選んでいただけますし、音質を選んでいただけますし、アトモスもついてます。でサラウンドも、シネマライブとしっかり選んでいただけますし、さらにはですねイコライザーもしっかりついてるってことで、いいですね、かなり贅沢なオーディオシステムに仕上がってるの間違いないんです。いや素晴らしいですね、はい、うん。そして3つ目は Android TVOS に対応したということで、アプリをストアからダウンロードして追加できるようになるなどスマート機能が充実しています。またリモコンにマイチョイスボタンが搭載され、お気に入りの動画配信サービスにダイレクトにアクセスできるようになっているということなんですが、そうなんですか。はい、そうです。さまざまなネット動画に対応してますけども、はい、このダイレクトボタンについてないネット動画をいつも見るんだよねっていう方は、はい、うん、マイチョイスで登録していただければ、はい、ワンタッチでそのネット動画選び出すことができます。いいですね、はい、1回ずつこうねこう階層をたどっていくのね、ちょっと手間になっちゃったりするから。でこれネット動画だけじゃなくてですね、はい、このアプリボタンからさまざまな Android のアプリを、はい、ダウンロードできるんですけども、そのダウンロードしたアプリの一つをこのマイチョイスに入れることもできますから、まあいつもネット動画のみならず、はい、いつも見るコンテンツはここに、うん、置いていただくことができると非常に便利です。いいですね。でさらには HDMI の 1,2,3,4 のどこか一つの HDMI 端子をアサインすることもできますから、例えば HDMI3 に Fire TV をつないでいれば、はいはいはい、これを押すだけであっという間に Fire TV が起動できて、あとはレグザのカーソルと決定ボタンでコントロールまでできてしまうみたいな、わいいです、ね、かなりのおすすめ機能でございます。一つでねいろんなことができて、はい、これ搭載した途端ですね、はい、大評判で、お今お客様からこれ1個じゃなくて2個3個4個にしてよみたいな声もいただくくらい便利な機能ということになっております。うん、うん、大好評なんですね、はい。そしてこの他にも最新の HDMI2.1 規格に対応し、ゲーム機の 4K120p 入力が可能なほか、映像のちらつきやカクつきを軽減する VRR、 自動的に低遅延モードに設定する ALLM、 そして高音質音声データの HDMI 伝送を行う EARC など強力なゲーミングテレビスペックも備えています。いやすごいですね。そうなんですよ。でこれとっても
重要な話、はい、去年までの UKL パネルは、はい、パネル内部でワンフレーム遅延が起きてたんですけど、はい、最新のこのパネルだとそれがないので、うん、なんとですね 4K120p 入力でも、はい、0.83mm っていう超低遅延でゲームを楽しんでいただけると。うわすごい。もうねゲーマーの方で高画質モデルということであればこの 8900K 一択ですね、うん、あなるほど。さらにはですねこの 8900K は、はい、半光沢のハーフグリア系のパネルなので、うん、映り込みも気にならない。あこれはゲーマーとしてありがたい。もう最高です。あなるほど。でゲーム画質は最高ということでございまして、なるほど、超おすすめの一台ですよ。なるほどな、はい、さらにおすすめ録画&おすすめ番組機能もついているということなんですけども、こちらがあれば録画も視聴も楽々なんですか？そうなんですよ、うん、録画に強い Android を目指して作ったモデルなんで、うんうん、レグザの Android はお任せ録画、うん、自動録画が終焉ですよ。じゃあちょっとその機能を見ていきますかね、はい、自動録画で撮りためた番組をサムネイルで見やすくリスト表示しますから、はい、うん、まあお客様はですね録画予約なくて見たい番組を選んでみるだけ、うんうん、まあね見たいジャンルとか、はい、好きなタレントさんとかをレクサが自動で録画してくれますから、はいはいはい、本当に便利です。さらに、いつも見ている番組とか、はい、お客様の視聴スタイルからレクサが自動で録画予約をしてしまうという AI の機能もついてますので、 ありがたいですね。録画予約なしで見たい番組を楽しむだけでございます、はい、素晴らしい。お手軽にありがたいですね。じゃあ実際に録画機能をちょっと見てみましょう。はい、それではおすすめ番組というところちょっと見ていきたいんですけど、はい、これお気に入りっていうカツラが立ってますけど、はい、もうこれでですね話題の番組集めちゃいましたとか、はいはい、地デジドラマとかチレリバラエティとか J-POP 歌が番組ツヤツヤアニメ、はい、深夜に見たいバラエティジャンルで全部分かれてるので、いいあとは選んでみるだけです、はい、これ全部あのレクザが自動で録画してくれてるんですね、はい、ありがたいな。非常に便利です、うん、でさらにはですねこの AI おすすめで AI が自動的にあなたにおすすめの番組を録画してくれてるので、すごい。もうね見たい番組、うん、全部楽しめます。わありがたいですね。さあここからは X8900K シリーズの魅力をもっと深掘りしていきましょう。はい、ご紹介します。はいはい、UKL レクザの X8900K と X9400S の違いを主にご紹介しましょう、はい、X8900K は、はい、まあ、シンプルな UKL レクザということになります、はいはい、タイムシフトマシンは X9400 の方には搭載してるんですけど、うん、8900K にはタイムシフトマシンは搭載していません。なるほど。その代わりに何と言ってもレクザ得意のお任せ録画がありますからね。ありがたいですね。これで自動録画ができてしまうということになります、うんうん、でエンジンは X9400K の方は、うん、ダブルレグザエンジンクラウドプロ、うんうん、まあ言ってしまえばレグザの超最上位エンジンなんですが、うん、はい、X8900K の方は Android 用のレグザエンジン ZR1 ということで、うんうんうん、この違いがあるということになります、うん、一方ですね、はい、ゲーミングスペックに関しては、はい、X8900K の方は 4K120p 入力をはじめ、はい、様々な最新スペックに入って対応している HDMI 2.1 を搭載してますので、うん、ゲーミングスペックという意味で言うと X8900K に一理あるかなと感じかなと思います、うんうん、なるほど。さあここまでレグザ X8900K シリーズの機能をご紹介してきましたが、 X8900K シリーズの魅力伝わりましたでしょうか？改めてちょっとねすごいところをまとめていきますと、1つ目、映り込みを抑えた低反射有機 EL パネルの美しい画質。いやもう本当美しいですよね。そして2つ目、立体感と臨場感のあるサウンド、うん、そして3つ目、 4K120p や低遅延など最新のゲームを最大限に楽しめるゲーミング機能などなど、レグザならではの機能がたっぷり詰まったモデルです。はい、ということで、はい、これどんな方におすすめですかね？これはね、はい、やっぱり画質にこだわる方、はい、まあ、正直画質にこだわれば勇気になるんですよね。そうですよね。はい、さらにはですね、ゲームもやるよねみたいな方、はい、でリビングをシンプルにスタイリッシュに演出したいっていう方には、うん、このミニマルなデザイン最高でしょ、ね、美しい。もうこのテレビ買うと10年間幸せに、うん、いや本当リビングでいる時間が楽しいなってことになるんじゃないですかね。そうですね、はい、10年分の幸せなんでぜひ奮発していただけたらと思います。はい、はい、ということで
X8900K シリーズについてもっと詳しく知りたいという方はレグザの公式サイトをチェックしてみてください。それではさよなら。またね。